あ、挟むのね。あ、いいじゃん、いいじゃん。いや、こういうのよ。こういう普通の食事を、やっぱり、落ち着くのは。I want my burger. うるっせえ、お前。マジでろくでなしなな、こいつ。何がハンバーガー食いてえじゃん。ラスティーレイクパラダイス実況プレイやっていきます。第2章カエル、第3章ブヨとシラミ、第4章ハエっていうことで、まあ前回ハエのね、章をクリアしたわけだけど、まあ随分と物語の核心に触れ出してきたなっていう感じでしたね。記憶、母親の記憶っていうのがどうやらキーワードになっていて、それをいろんな人が欲しがっているっていうのがなんか分かってきました。ということで、今回第5章いきましょう。第5の災い、家畜の疫病。まあ早速家畜臭いのはいるね。なんか牛さんか。もうもうこんにちは。気持ち悪いか。あ、またこれか。嫌なやつ来たな。これ苦手なんだよな、俺。苦手なんだよな、これ。わかんないんだよな、これ。1個押して、なんか2個目押したらボンってなるやつでしょ。順番が合っていればうまくいくっていうやつでしょ。要するに。苦手なんだけど、ぶっちゃけ。ちょ、一旦置いておこう。これやりだすとまた、キリがない。あ、お乳武士をやるのね。はいはい。これをなんかうまい順番で押せば、なんだろう、こっからなんか違うもんが出てくるとか、そんな感じかな。早速もう疫病とかそういう話じゃないんだよな。桶がある。随分と、あ、こん中に牛の乳を入れるとは思う。今はちょっと移動させれないけど、これなんだろう。1122はーん、まあ、11が交わるところにこいつを置いて、22が交わるところにこいつを置く。あ、これ2個分ってことか。あー、 OK OK で、両方重なっちゃうとその列の数字は消えちゃうのね。イエス、ポイントはそこか。2っていうのは2本置いてようやく消えますせっていうことだから、まあここでしょう。で、こうか。あー、またあるけ。これは、じゃあ時間かかるやつだね。3本のとこから潰していこうか。3本だから必ずこいつはこの列にいるってことになるね。必ずこの列にいたときにどこにいるべきか。この2本は複数隠しちゃうから必ずここにいる。っていうか2じゃねえか、よく見たら。あ、そうか。こうか。はい、OK。またここはスキップでしょう、おそらく。ありますよ、私は。4が2つあるね。4の軸が2つあるってことはだ。つまりは、こいつがここに、1の軸に何が来るかを考えるのがいいのか。少ないやつから考えるのがいいね。横は、2になってるやつがあるけど、こいつとこいつは重ならないはずだから、必ずこうなるか。で、縦は4がこうなるから、1はここに来る。ってことはもう1本は絶対ここ。で、ここに来て、ここに来る感じで近い気はするが、あと微調整か。2になってないのね。ははははははは。2になってないのか。あ、右も全然足りてないか。じゃあここか。ここにこうやって、で、こうか。あ、4になっ、あ、これ3か。微調整、微調整。OK。5! 縦やたらといっぱいある。縦はやたらといっぱいあるけど、3以上はないってのがポイントかな。横はここにないか。これが明らかポイントか、逆に。だからこいつは左に来ないから、こいつは絶対右。こいつは左に来るね。つーか、まあまあまあ、こうでしょうな。まあこうでしょう。まあ、感覚だな、もうここは。感覚で、ほいほいほいっとクリアしていけばいいんでしょう。感覚よ、何事も。もうここまで来たら。感覚でクリアしていくのよ、私レベルになってきたら。このくらいはね。いってんじゃねえか、3。あ、違うわ、右にあった。微調整。こうか。1はいらんから、こいつの位置がなんか悪そう。こうかな。こうやって移動して、あ、いや違う、1だからこいつが絶対来る。こいつが来ないとしたらあいつが来るのか。で、ここにこう来たとしたら残りは、あ、いや、こうは来ないのか。これがあるから。ってことは、この3とこの3の作り方は違うのか。じゃあこっちに移動するのか。じゃあこっちなのね。ってことはこう、もう何があれなのか分かってないけど。ああ、そうか、こいつがあるのか。いや、意外に複雑だな、これ。ん ?2 を作るのがむずい。ずらすか、1個下に。そうすりゃ、こいつが3、
てかここまでずらすかいっそのこと。そうすれば2の作り方は変わってくるが、代わりに3が作れなくなってくる。2はじゃあこいつで作るとしたら3が作れなくなる。もう一個下に移動しようか。で2はここで作る、3はここで作っ、いや横邪魔だな、こいつ邪魔だな。あー難しい。でもこいつは右半分に来ることはもう見えてるから、どう考えるこれ。ここに移動してみるか。うちの方が自由に動けそう。残りが、さあ残り3、こうでいける、いけないか。そうか、こいつが塞いでんのか。ってことは上はあれで潰すとして、あ、こうか、シンプルー。あ、もう取れんのね。キュウリとトマト、随分と漬物っぽいね。これはちょっと食事中の方ご注意ですね、おそらく。あ、まだ大丈夫でした。大丈夫です、食事中の方ご安心ください。大丈夫です、まだ。上に登りましょう。お、あ、生きてたんだ一応お父さん。食えないけどね飯は多分。あ、挟むのね。あ、いいじゃんいいじゃん。いや、こういうのよ。こういう普通の食事を、やっぱり、落ち着くのは。うるせえ、お前。マジでろくで出しなな、こいつ。何がハンバーガー食いてえじゃん。お前に食わせるハンバーガーなんてねえわ。これでぬか漬けを作る。あれか、漬物を作るための樽だったのかな。今回なんか謎解き多そうだな。ヤギがいる。こいつも疫病にかかってるってことかな。1222223、ボーリングの玉みたいに見える。何も今はできない。バケツを手に入れたから、これで牛の乳を汲んできてヤギに飲ませるっていう論法が成り立つ。またなんか作ってくれんの。息子はいつも腹をすかせているよ。ああ、さっきのハンバーガー食いてって言ってたやつは俺のおじであって、でおばあさんがこの人だから、まあこの人からすればさっきのおじはまあおばあさんにとっての息子になるね。はい、よろしく。こえー、ずあ、こえーなお前。まあまあいいけどさ、もういい。怖い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 。だからナイフとか。ハンバーガーのレシピがあります。ラスティーレイクハンバーガーです。順番があるのですね、わかりました。ケチャップで、なんか肉的なものでなんかわからんで、またレタス、一番下レタスじゃないのか、ひょっとして。で、まあトマトケチャップで、キュウリ、うん、普通ピクルスじゃない、そこはキュウリじゃないでしょ。まあキュウリの場合もあんのか。これレタスか。となると下の3つがまだわからん。なんとなく想像がついてしまっているところが嫌なんですけど、私。まあいいや、とりあえず先に進みましょうか。はい、ここは何もないかな、今回は。ないね。なーっと待てよ。ないね。ここに出てきた幽霊はなんか、飢餓の幽霊みたいなこと言ってたよね。腹をすかした幽霊みたいな。お母さんだと思ってたんだけど、違うのかな？じゃあ次できそうなのは、バケツに牛乳を、あ？なんだろう。何か変わりました？変わってないよね。あ、オッケー。ミルクの入ったバケツ、うん、これはまあいいね。じゃあこれやるか。まあ多分どうせいつかやんなきゃいけないだろうし、これでも前のやつよりは不条理じゃないんじゃない。ちょっとじゃあ、左下起点で考えるのが楽か。どうせまあこんな感じでまた総当たりするんでしょう、私は。頭が悪いからね。こいつ、こいつ、で、こいつ。はいはいはい。あ、来た来た。はい、違うね。はい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 。
あーっての、はい、はい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 、まあ、早送りだからどうせここ、はい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 、もうこれあれだな、エイムの練習だな。エイムっていうらしいよ、あの FPS ではこういうの、ここもエイムの練習だ。いかに的確な位置にマウスを素早く当てられるか、もうその勝負、さっさっさっと当てていかないといけない、さっさっさっ。あ、来た。この辺りになってくるともう記憶力がだんだん限界を迎えてきてるんだけど、私のクリアしたい。くそ、俺の記憶力が悪いことがバレてしまう。よし、これやったな、これ。 OK、 これは覚えにくい、これ、あー、いかん、これはいかん、今ほとんど吹っ飛んだぞ記憶が。いけるか、覚えてるか俺、覚えてるか、覚えてるか、次どれだった、これか、で紫やったけどダメだったんだね確か。じゃあ、うん、紫やってダメ、じゃあこれダメ、はい、あー、いかん、ダメだ、記憶力が限界きた。こうか、こいつでしょう、で、こいつでしょう、うん、そうそう、で、紫ダメ、こいつダメだったからもう残りはこれか、ははははは、で、紫、おい、全部記憶させるな。いや、限界なんだけど、あー、間違った、こいつ先だ、あ、ちょ、待って待って、僕はこの辺り早送りでごまかす、俺の記憶力が悪いのは早送りでごまかす、それでいい、すべて丸く収まるならそれでいい。あ、こうか、こうか、で、こうだっけな、うん、で、こいつだよね、で、紫じゃなかったからこいつか、はぁ、OK、よかった、ブス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 、牛の生肉いただきました。疫病か、なるほどね、まあ確かに疫病が流行りそうな気持ちというか雰囲気はありますな。ボコ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 、グチュチーズ、そんな簡単にできる、はい、いや切らんでもいいっしょ別に、そこに置いとかなくても、なんか嫌な予感するからね、あんなとこ置いてたら。で、あとヤギさんか、ヤギさん結局何なの、前も切るってこと、これは、うん、音は関係ない、あ、弾ける線が、あー、そういうことの、何本線を伸ばせるかマークか、こういうことか。あー、だー、はい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 、じゃあ、早送りね。はい、OK でーす。早送りやってください。あ、クロスしないんだ。できないんだ。だね、これ。まあ、逆に言うと、その縛りは、嬉しいというか。いいんじゃないの？ちょちょちょ、これ見る、これ見る。一旦リセットしたい。一旦リセットしたいときはこうか。はいはいはい。ってことは、こことここ確実につながるでしょう。確実につながるとこからつなげていこうかな。あー、こいつとこいつはつながって、こいつとこいつつながっちゃうとダメ、ここをつなげれないから。っていうか、じゃあ逆にここは絶対つながるのか。ってことは、こいつはつながるとして、もう一本がどこにつながるか。あー、まあここでいいか。ほんで、お前は残り3本を全部につなげればいいのね。はい、こうか。うまい解き方がありそう。これは全部こういくんでしょうが、足りないね。なるべく全部の数を均等にしていけば、最後困らないでしょう、おそらくは。あ、そうか。はい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 、ミスったね、これ。ここ消そう。いや、ここはつなげなきゃいけないか、こうなると。じゃあ、両側にこうつなげるのを先行して考える。ていうか、右端だな。こいつはもうこのつながり方しかできないから。消去法で考えていくか。こうなる。となると、残り3本は、こことつながる、こことつながる。で、こいつと全部つながるのか。シンプルな形だね。OK。ブスー、ブス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 。ベーコンがいきなり出んの？ベーコンって、焼いたものをベーコンって言うんであって、生のものはベーコンって言わないんじゃないんでしょうか。あ、焼いたというか燻製にしたもの。俺の料理不足、料理知識不足か。え、焼かないの？焼かないの？そうなの。あ、先に切ってもらう。よろしく。あ、全部スライスにしなきゃいけないんだ。じゃあこれもなんかミンチにする？あ、オッケーオッケーオッケー。うん。あ、じゃあチーズもなんかやる？あ、それやんないんだ。この上で焼くということか。あ、まあこれなら、多少は、ねえ、まあ疫病というか、何かしらこう、病的なものはなくなりそうな気がすっけどな。うん。これで一通り揃ったんじゃない？あとはちょっとレシピをもう一回見直して、上からキュウリ、ケチャップ、
並び替えたいけど並び替えれないか。キュウリ、ケチャップで、すでに入ってるレタス、あ違う、ベーコンか。オッケーオッケー。キュウリ、ケチャップ、ベーコン、チーズがまだとろけてない。キュウリ、ケチャップ、ベーコン、キュウリ、ケチャップ、ベーコン、チーズで肉か。キュウリ、ケチャップ、ベーコン、チーズで肉。チーズをとろけさせたいな。とろけさせれない、焼けない。突っ込みは勝手に焼けるか、ひょっとしてハンバーガーに。キュウリ、ケチャップ、ベーコン、チーズだったね。オッケー、やってみよう。とりあえずここまで来たら、この塔に行ってチーズ、とろけるチーズにしたいけど、こうか。でチーズ、あーとろけるんだ。上から考えてたからちょっとややこしいな。キュウリ、ケチャップ、ベーコンだから、ベーコン、ケチャップ、キュウリ、あ、オッケー、食うか、ほら食え食え、舌出して、きったね食い方だなマジで。あ、いなくなった。満足してどっか行った。お父さんいいんですか、あんな人。あの人はお父さんの兄弟なのかお母さんの兄弟なのか。まあ普通に考えればお父さんの兄弟かな。この家の主がお父さんだとすると、嫁さんが嫁いできたとして、でそれでおばあさんはまあ嫁さんと一緒に来たというよりは、うん、なんかこのお父さんのお母さんなのかなという気はするが、あくまで推測ではある。結局トイレは、うだー、はいはいはい、食事中の方ご注意ください。ちょっと遅かったかな。トイレットペーパー、前マジでマジであれだな、手のかかるやつだな。ナイフまだ持ってる、ワンチャンなんかちょっとウサを晴らしたい気持ちになってくる。腹をすかしてるは分かったよ。あ、紙ってそういうこと、これこの紙も使うの、あ違うんだ、この紙をあいつに持って行ってやるわけではないんだ。はあ、あ、じゃあ紙って何、どこで手に入れんの。だっ、うわ、お、さあラスティーレイクホテルにつながるキーマンが出てきましたね。イノシシ、あとラスティーレイクホテルで出てきてないやつは、キジと、キジがまあさっきの鳥だとしたら、いやさっきのは、ハトは出てきてないか、まだ。あ、鹿も出てきてないね。ヤギなんていなかったな、そういや。まあ、あとはコウモリか。はぁ、さっきのやつが一体何の意味があるのか。隠し要素のような気はしている。ということは逆に言うと、あいつの、ケツを拭くものはないってことになっちゃうが、ハートマークが微妙にこう、なんていうの、気持ち悪いというか、いやらしい感じを出してるね。なんとなくこう、心の気持ち悪いところにこう、スッと入ってくるような、まさか頭痛がするね。はい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 。まあ、なんか、あなたの弟さんだか、お兄さんだか、あるいはあなたの嫁さんの弟さんだか、お兄さんだかが、髪を欲しがってるからね。申し訳ない。なんか、ラスティーレイクホテルでも、イノシシがこんなことしてたな、そういや。関係あっかな、なんか。はあはあ。で、あだからね。はい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 。わかったわかった。うん。まあ、食事中の方ご注意宣言しといたから、まあいいでしょう。これ、不老不死の薬の作り方だよね。前回のパートで出てきた。お母さん？お母さんは何か、
地下とかで不老不死の作り方の研究をしていたということかな。おー、あ、死んじゃってる。え、なんか音が。肉は信用できない。家畜がここのところ病気だから。え、あ、そっか、だからさっきのおじさん死んじゃったんだ。え、これでもとりあえず、あれだ、おばあさん、息子さんが大変なことになってますよ。いや、そんな場合じゃないけど。なんか、音楽もだいぶ奇妙な感じになってきてるけど。え、どうすんの、どうすんのよ、どうすんのよ。まだ、でも黒いキューブは手に入れてない。さっきのお母さんの記憶のとこで何かをし忘れているか、私、ひょっとして。これは関係ないよね、もう。え？これはもう取れない。あー、開けた。あ、そうかそうか。こうやって黒いキューブ取りゃいいのか。あ、もう見えない。お母さんは、不老不死の薬？ラスティーレイクルーツにつながっていく話かな。確かにラスティーレイクルーツよりはまだ前の物語なんだよね、これは。言われてみれば。ほーん。そういうことですか。あ、牛が消えた。はー、なるほど。第5章、疫病。多分あのおじさんは家畜、まあ牛とかヤギのお肉を食べたから、その疫病で倒れたってことになるわけでしょうけど、そうなると次回どうなるかがさらに気になってきますね。多分時系列で進んでいってると思うから、まあこのままいけばこう、ここの家族みんな次々倒れていくんじゃないかなという気はしています。あとお母さんが、不老不死のなんていうの、研究というか何かに関わっていたっていうことが、今回分かりました。だからみんな彼女の記憶を欲しがってるってことか。うん、多分そういうことだね。はい、だいぶ謎がまた解けてきた感じになってまいりましたけれども、今回はまあ、この辺りで終わっておきたいと思います。さて、次回どうなっていくかが全く予想がつきませんけれども、まあ、そもそも今の時点でも何がどうなっているかさっぱりな世界観でお届けしております。よろしければね、こんな感じの、ゲームですけれども、非常に興味があるという方は、まあ、ご覧いただいてもいいんじゃないかなと。そうじゃない方は、まあ、せめて食事中じゃない時にご覧いただくことをお勧めいたします。それじゃあ、また次回お会いしましょう。バイバイ。見てくれてありがとうございます。